皆さんこんにちは、かようまりのです。今日はですね、ベター相続登記をちょっと取り上げていきたいと思うんですが、以前ですね、うちの YouTube 動画でもご紹介しました通り、相続登記手続きが、今年ね、義務化されました。普通はですね、相続が発生して不動産ので名義変更を行いたいというふうに思う方はですね、司法書士に相談すると思うんですけれども、今回ですね、この相続登記義務化に合わせてですね、司法書士に頼まなくてもですね、自分で低価格でですね、行えるようにサポートをした、そういったサービスというのがリリースされました。で、それがベター相続登記というものなんですが、これはですね、2万円を支払えばですね、何人相続人がいてもですね、相続件数が何件でも一律2万円で、自分でね、相続手続きを行えるような書類を作成できるみたいな、だから昔紹介しましたけど、フリーさんみたいな、会社設立フリーみたいな形でですね、いろんな質問項目が出てきて、それに対してこうカタカタとパソコンでね、答えることによって、その相続手続きに必要な、書類っていうのが勝手にリストアップされて、その書類を使ってですね、自分の法務局に持っていくことによって相続登記手続きができますよというようなサービスが、リリースされております。そのサービス名がベター相続登記という名前なんですが、これはですね、株式会社ベターさんというですね、ところがリリースしているサービスでして、ここの代表の方、まだ若い方なんですが、安藤さんという方でして、なんとですね、公認会計士です。ね、やっぱりこの相続登記が義務化されるということに合わせて、ここで司法書士は非常にですね、チャンスがあったわけです。ですから、この相続登記義務化によってですね、相続の需要が高まってくる中で、この相続高まったね、相続手続き、これをね、すべて自分が取るんだというような気概を持ってですね、司法書士の中からこういうサービスがリリースされたら私は嬉しかったなと思うだけなんですけれども、ちょっとね、これをやられている方が公認会計士さんということなので、司法書士もね、もうちょっとこう IT のね、システムをこう開発したりとか、そういう方いたらいいなとね、本当にね、思いました。で、ただですね、ちょっと私これまだ使ったことないので何とも言えないんですが、相続登記の難しさというのはですね、何も登記で使う書類の作成が難しいわけじゃないんですよ。登記書類を作るのが難しい手続きっていうのは会社設立の方なんですね。どちらかというと定款作ったりとか、就任承諾書とか、発起人決定書とか、こう細かいのを自分でワーズで作る必要があって、それが会社設立は非常に負担だったので、あのフリーさんのようなサービスっていうのは画期的サービスだと言えるんですが、相続手続きで必要なですね、登記に必要な書類を作るって概念ってそんななくて、何が必要かっていうとですね、その戸籍ですね、その人の亡くなった方の生まれてから、出生から死亡までの戸籍を集めたりとか、符票を集めたりとか、自分の住民票とか相続人を確定させる作業っていうのが一番相続手続きが難しいんですね。なので、このサービスがあるからといって どうなのかなと私はちょっと思っています。相続の難しさは、相続人確定をするのが難しいので、戸籍を集めるわけですから、戸籍ってのは役所で発行されてますから、役所に行ってね、この人の出生から死亡まで全部くださいって言ったら当然自動的に出てきますから、何か自分でこう作るっていうものでもないので、2万円支払って登記書類作っていうのはどうかなと思っておりますが、ある程度ね、やっぱりこの義務化ということによって需要自体は高まってますので、そのお客さんを、広げ上げていくという意味では、このサービスっていうのは非常に、ね、素晴らしいというふうに思いました。そんな感じで、株式会社ベターさんがね、もしもですね、この動画を見ていたら、ぜひね、私にも取材させていただければと思っておりますので連絡ください。そんな感じで今日はですね、ベター相続登記というのをご紹介させていただきました。皆さん今日は以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。